まずね、たじまうしってどんな牛かっていう話なんですよね。父、母、じいちゃん、ばあちゃんね、からそのまた祖先ですよね。どこまで遡っても全ての祖先が兵庫県生まれるんですね。昔からね、一家の宝という位置づけでしたね。